はい、皆さんこんばんは、高幸です。先日のですね、秀岳館高校サッカー部の問題について今日もお話ししていきたいと思います。まずですね、今回の秀岳館高校のですね、サッカー部のね、暴力事件についての流れなんですけども、20日からですね、時系列をご説明していきたいと思います。4月20日、第三者から連絡があり、学校側がサッカー部の寮内で部員が30代の男性コーチから殴る蹴るの暴行を受けている動画が拡散されているということを確認。21日、県警がですね、午前中に学校を訪れて3人が事情聴取を受けたとあります。そして22日、選手11人がサッカー部公式ツイッターに経緯説明の動画を投稿して謝罪を行った。学校関係者の姿はない動画だった。生徒のみだったということなんですね。その後、23日、謝罪動画は再生回数100万回を超えたが削除された。23日、24日のリーグ戦第6試合が延期になりました。そして25日、学校は学年ごとの集会を開いて、合計3時間にわたって生徒約1000人に事情を説明しました。監督はテレビ生出演で一連の騒動を謝罪。一方で暴力動画を拡散させたとされる部員2人を加害者扱いして強い口調で責める。同監督の音声がツイッターや動画に投稿される。そして26日、学校がツイッターの音声について同監督の不適切発言だったことを認めた。そして謝罪をしました。また暴行していた当該コーチがすでに退職願いを提出していたことが判明。ただ学校側は警察が捜査中のためにその扱いを保留にしているということです。これが今まで今日までの一連の流れですね。まあ、退職届をね、あのコーチが出していたということがね、新たな情報なんですけども、学校側はそれを保留にして、今後ね、学校側が解雇するのが当然じゃないかというね、世論の見方になっております。学校側がね、あの不適切な監督のね、発言、あれを認めたということですから、監督もね、今後処罰されてね、当然だと思いますけども、その辺学校側がどのように対応をしていくのかね、しっかりとね、見ていく必要があるかと思います。秀岳館高校ではですね、これからの生徒さんの未来のためにも今回の事件をしっかりとね、反省し、教員やね、コーチの指導、そしてね、学校のね、腐り切った隠蔽体質についてもね、改善していただきたいと思います。ではまた何かありましたら動画にてご報告させていただきます。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高幸ツイストクラブチャンネル。